まあ、行きましょうか。ガジラ1戦目アカジムキックオフお願いします。さあ行きましょう。ありがとうございます。フットサルパーク渋谷ガチの1戦目赤チーム対ビブラシム。さあまずは最終ライン右サイドからドリブル、そのまま縦には通らず、さあプレッシャープレスにかかる中央ポストプレー、そのままキープ左サイド通らず、さあまずは立ち上がり中央コセン、そのままドリブルシュートまで、いやー惜しい。ファーストシュートはまずは赤チーム。さあ行きましょう。ビブラシボールから再開ゴール前右サイドプレッシャー中央、さあ浮かせたボール、ここは2枚で対応赤チーム内で、さあそのプレッシャー取られると危ないか、一旦キーパー、さあここもゴール前プレスがかかる、前からカットになるか、ビブラシチーム右サイド欲しい。さあ早いリスタート中央、そのまま間は通らずこぼれ球赤チーム、さあここは落ち着かせて一旦後ろ左サイドから右サイドに展開、さあここはしっかりとつないでくる、もう一度最終ライン今度は右サイド縦に1枚、さあそのままドリブル前にはスペース左サイドフリー、ナディ、さあ中央見失ってドリブル突破、シュートはキーパーです、コーナーキック。さあまずは立ち上がり右サイドコーナーチャンス赤チーム狭いところ、さあ中央からナディ、さあ こぼれ球また赤チームがキープ、中央ドリブル狭いところナディ、ナイスクリア、危ない危ない。さあ行きましょう。ビブラシボールから再開左サイド、そのまま近くに預けて縦は通らず強引にはかわせない、さあカウンター1対1勝負、いけないか左サイドはナイス。さあ繋いでくる赤チーム右サイドからちょっと長いか惜しい赤ボール、さあ右サイド赤チームの攻撃が続く、そのまま中央ゴール前、さあ縦に預けて繋いでくる赤チームナイス。さあ今度は右サイド誰も、いやー惜しい、キーパー正面、さあビブラシムカウンターはいけない、ここは赤チーム切り替えが早い、前からプレッシャーないでいい、さあ店のプレッシャーパスコース、いやーうまい、ダブルで股抜き、さあそのまま左サイド縦に預けたボール、いやー惜しい、トラップ流れて赤ボール、さあ右サイド赤チーム近くに預けたボール、そのまま中央収めて右サイドオーバーラップ、さあここは左サイドもゆっくりと押し上げてくる浮かせたボール右サイドナイス、さあ逆サイドフリー右サイドな、いやー惜しい、では赤チームの方はキーパー交代です、赤チームの方はキーパー交代していきましょう、ありがとうございます。さあビブラシボールから再開立ち上がり終わって0対0、両チーム1戦目いきましょう。さあ左サイドからビブラシム縦に1枚中央狙ってるのは赤チームナイスディ、さあクリアボールはビブラシムトラップ流れで赤チーム回収、そのまま3対1左足、いやー強烈ナイスゴール、まずは先制2分40秒赤チームナイスゴール。さあビブナシも追いついていきましょうか、中央からさあゆっくりとポストプレー、そのままターンして3対3、さあ右サイド読まれてる壊れ球ミドルシュートは枠の外、さあ赤ボールロングスロー誰もいない、うまいダイレクト落として決めちゃってゴール前、いや完璧だあとは触るだけあっという間、さあ残り半分、残り半分中央からいきましょう、中央からいきましょう。さあ残り時間半分で2対0、いきましょうビブラシム、さあ左サイドでかい、ここもプレッシャー赤チームが前から来るナイスカット、さあこぼれ球赤チーム左サイド、そのまま中央折り返してゴール前いいサイドなり、さあこぼれ球また赤チームドフリー、いやー惜しい、女性ゴールはならず。さあ行きましょうか、ビブラシーム追い込まれる、ここも高い位置からプレッシャー右サイド、そのままロングシュート、いやー惜しい、いい狙いわずかにバーの上で、赤チームの方はキーパー交代しましょう、赤チームの方はキーパー交代です、先に赤チームの方はキーパー交代しましょう、ちょっと休養できちゃう、あ、すみません、置いてます、さあ行きましょう、赤ボールから再開残り時間あと2分、さあ2対0、ビブラシム1点返しておきたい終盤戦、ダイレクト右サイド、さあそのまま後ろにフォローに入ってくる、そのまま中央、さあつないでくる赤チームワンタッチ右サイドダイレクトパスナイス、さあそのまま流れて縦につないでくるのは赤チーム中央からゴール前ワンツーないで、さあここでカウンターは行かせてくれない、ここも堅い守り前からカット、さあこぼれ球ビブラシム、いや惜しい赤ボール、さあ残り1分半、残り時間1分半そのまま流れてキーパーまで、さあ右サイドビブナッシム2点差、まずは1点返したい、残り時間1分半、中央からさあポストに1枚右サイドに展開、さあここも赤チーム2枚プレッシャーないでいい、なかなか縦に入れられず寄せてくるうまい、いやここも2枚で対応赤チーム、さあ中央から左サイドは通らない惜しい、
さあ行きましょう。ビブナシボールから再開2対0、残り1分、1点返したいのはビブナシム中央。さあフリーで受けて前には1枚、さあ赤字もしっかりと寄せてくる、押し上げていきましょうか。そのままロングはゴールライン。さあ行きましょう。赤ボールキーパーから残り時間1分切ってきたところ、左サイドロングボール、さあ一旦後ろに預けて中央フォローに入ってくる、そのまま見せろ。さあ赤チームの攻撃、右サイドから追加点狙いにかかって危ない。さあチャンス1対1勝負いけるか、3対2右サイドからダメ、いやそのまま敵に当たって、まずは1点返して2対1。さあ行きましょうか。ビブラシム残り時間あとわずか、さあ残り時間ない、ビブラシム前から行きましょう中央。さあそのまま縦に預けて左サイドゴール前、左足危ない、ナイスキーコーナーキック。さあコーナーチャンス赤チーム、左サイドからファーサイドで1枚、中央ニアサイド、さあ時間がない、ショートコーナーラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあ赤ボール2対11点差、さあ前から取りたいビブナシチーム、ラストワンプレー中央つないでくる、さあカットしてつながればチャンス、うまい、ラスト折り返し、さあここはキーパー寄せてくる、さあラストワンプレー混戦、赤チームは回収、さあラスト、ここは行かせない、ここは行かせない、前からカット、こぼれ球ゴールキーパー、さあラスト無人のゴール、誰もいないか、さあ赤チーム中央左サイドの展開。さあそのままドリブル中央から右サイドラストアプレッチを、さあ行きましょうか、縦に預けるボール、ビブラシブがカットいけない、ラスト中央ワンタッチ、そのままゴール、まずは2対1キックオフで2戦目行きましょう、お願いします。さあ行きましょうか、2戦目ビブナシム勝ちに行きましょう。さあ見せろ、まずは最終ライン左サイドでかい、さあそのまま中央ポストプレー、ワンタッチワンツー抜け出してゴール前、いやーポスト押し先ほどは2対1赤チーム勝利。さあビブナシボール中央、さあそのままポストに、さあハンド取りましょう、ここはハンド取りましょう、ビブナシボールです、ビブナシボールでいきましょう。さあビブナシボールから世界中央スルーで右サイド、さあそのまま切れ込んでいけるか、固い守り赤チームナイス。さあこぼれ球拾ったのはビブナシーも欲しい、さあクリアボールはそのままライン終わって赤ボール、さあ右サイド行きましょう、赤チーム近くに預けて右サイド、さあここはシュートコースがない、なり、さあサイドライン赤ボール右サイドからゴール前には1枚、さあここは中央フォローに入ってくる、そのままダイレクト後ろに預けて左サイドに展開、さあビブナシーム前から寄せていきたい、スペースがあるビブナ赤チーム、さあヒールで流して左サイドつないでくる赤チーム、さあミドルは打たず一旦後ろ中央つないでくる赤チーム、さあビブナシチームここで寄せきれず、もう一度右サイドから、さあ一人かわして左サイド、さあチャンスは赤チーム、そのままドリブル左サイドから、さあ戻りたいカウンター狙いか、ビブナシチームこぼれ球赤チーム左サイドつないでくる、欲しいビブナシボール。さあ立ち上がり赤チームペースいきましょう、左サイドに展開、ここも前は切ってくる赤チーム、前からプレッシャー内でビブナシボール、さあ見せろビブナシム行きましょう。さあ前には1枚、そのまま中央に預けてダイレクト落としたボール、赤チームが狙ってるプレッシャー、さあフォローが欲しい、左サイド降りてくるも赤チームのプレッシャー3枚ナイスです。さあ今度は右サイド、ここもプレスナイスで、さあ押し込まれるビブナシーム危ない、ここでクリアが入った赤ボール、で赤チームの方はキーパー交代です、赤チームの方はキーパー交代していきましょう、ありがとうございます。さあ赤ボールから再開、立ち上がり0対0左サイドに展開、縦に1枚中央ポストに入ってくる、そのままもう一度左サイドから、さあ前から取りたいのはビブナシーム右サイド、さあここもしっかりとつないでくるのは赤チーム、もう一度右サイド、そのまま中央左サイドオーバーラップ、ここはパスコース切ってくるビブナシーム、さあじわじわ押し込んでくる赤チーム一旦後ろ、さあ最終ラインから右サイド展開、ダイレクト中央なかなか奪えないビブナシーム、そのまま狭いところを2人で崩しにかかるナイスタッチ、さあ今度は右サイド縦に流れてくる、そのまま中央狭いところまた抜き、いやーここでキーパーもう一度クリア、さあ赤チームボールが続く、残り時間半分ビブナシームなかなかボール奪えず、さあ中央そのまま浮かすボールないも、そのまま落として
危ない、ゴール前であナイスキーナイスキーパー、ここはナイスキーパー、さあここもナイスかナイスか、足元気をつけましょうビブショール、ビブなしボールでしょう。さあビブショールが高い、行きましょう、ようやくビブなしボール、さあここは大事につないでいきたいところ、中央、さあここも赤チーム前から寄せてくる、左サイド右サイドスルーパス、ボールが滑る、赤ボール、さあ左サイドから赤チーム一旦後ろ取ってますよ、さあ行きましょう、赤ボールから再開、右サイド、さあもう一度左に預けて縦に預けるボール、そのままオーバーラップ、中央狭いところ、池中チャンス、いや行かせない、ここも赤チーム行かせず、そのままゴールイン、さあ行きましょう、コーナーキックです、コーナーキック、ビブラシボール、さあ残り時間2分ちょっと、左サイドニアサイドは誰もいないから、ライン際、さあ残してビブラシボール、まずは1点取りたい、ロングかい、や惜しい、で赤チームの方キーパー交代、赤チームの方キーパー交代しましょう、ありがとうございます、さあ残り2分、残り2分、2戦目は0対0、そのまま中央ポストプレーターンして、ビブナッシチーム回収、さあチャンスは赤チーム3対2、左サイドそのまま折り返してほしい、コーナーキック、さあありがとうございます、さあ赤ボール右サイドから先制チャンス、ニアサイド1枚、一旦後ろダイレクトはブロック、こぼれ球もう一度赤ボール右サイド、さあここは中央に1枚、ファーサイドスルーで一旦後ろ、そのままミドルまであるか、キーパーも高い位置、赤チーム、そのままロングは、いやーバーに直撃、そのまま流れたボールはビブナシチーム、さあチャンス左サイドから右サイド上がってない、赤ボールさあ残り1分、残り時間1分、2戦目は0対0、さあ右サイドから赤チーム中央、そのまま2対2、さあこうやって一旦後ろから左サイドオーバーラップ、ミドル、いやーそのまま左足、まずは先制赤チーム、さあ行きましょうビーブルチーム、残り時間あと1分切ってきたところ、まずは先制赤チーム、さあ左サイドから中央ロング、いやーポスト、こちらはポスト決めきれず、赤ボール赤ボールです、さあサイドからサイドから赤ボール行きましょう、残り30、残り30秒、左サイド、さあ1対0浮かしたボール、そのまま後ろに預けて中央ワンツー浮かしたボール、ヘディングカット、さあビブナシチームチャンスになるか、前からカット、キーパーそのまま流してサイドライン、さあ残り時間あとわずか、行きましょうビブナシチーム中央、ラストラストワンプレー行きましょうか、いやもうワンプレー行きましょう、もうワンプレー行きましょう、赤ボール、さあラストワンプレーワンタッチ、左サイドロングボール、これがつながればチャンス、ラスト欲しい、ありがとうございます、1対0赤チーム、じゃあ3戦目いきましょう、赤チームキックオフお願いします、さあ行きましょうか、赤チーム中央、そのまま右サイド、さあ一旦後ろに下げて左サイドナイボー、この前危ない、ナイスブロック、さあここはライン際残して赤ボール、さあ左サイドから赤チームの攻撃、3戦連勝狙ってくるの赤チーム、赤ボール、さあゴール前ビームの勝負、危ない、いやポストこぼれの球だ、ナイスキー、さあクリアボールはそのままサイドライン、赤ボール、さあ左サイドからまたしても立ち上がりから赤チーム押し込んできる、一旦中央そのまま流れてサイドラインビームの勝負、ボール、さあビブナシチーム行きましょう、左サイド立て、あごめんなさい誤報です、さあビブナシボールから再開中央、さあゆっくりと右サイドに展開、さあ3連敗を避けたいビブナシチーム、サイドライン赤ボール、さあ早いリスタート、ワンタッチ戻して左サイド右サイドオーバーラップ、中央狭いところ囲まれてカットチャンス、さあそのままドリブル2対1、右サイド長い、いやー届かず欲しい、そのままサイドライン、ゴールライン、赤ボール、さあまずは立ち上がり1分、キーパーから中央ポストプレー、そのまま左に流れて2対2、中央ドリブル、縦に預けてゴール、うまい、いやー、うまいニアサイドループシュート、まずは先制、赤チーム1対0。さあ3戦目もビブラシーム追いかける展開、さあプレッシャー中央通らず赤チームカット、さあここは一旦後ろに預けて繋いでくるかしてボール欲しいビブラシーボール
さあビブナシチームすぐに追いついていきたいところ、左サイド右サイド展開、縦にダイレクト1対1、ここは生かせない、ここも3枚早い戻り、赤チームロングボール、ここはキーパー、さあ中央から右サイドフリー、そのまま預けて2対1、さあ戻りたいビブナシチーム、そのままシュート、イエーイ嘘でしょ、強烈右足、滑るボールそのままぶち込んで2対0、さあ行きましょうビブナシチーム、3戦目、左サイドまた赤チームが2点リード、中央さあそのまま右サイド展開、もう一度中央に預け、左サイドつないでくるビブナシチーム、赤チームもしっかりとついてくる、浮かせたボール、ヘディングカット、さあカウンターダイレクト、左にはたいて押し、コントロールできずビブナシボール、さあミサイルは中央、ポストプレー、囲まれる、囲まれる、ここもキープできない、こぼれた、いやー、惜しい、ロングシュートは、そのまま、ゴールイン。で、ごめんなさい、先にキーパー交代して、赤字ボールから先にキーパー交代していきましょう。さあ、赤ボールから再開、立ち上がり、終わって2対0、B ブラッシュ、赤チーム2点リード、そのままドリブル、仕掛けてくる、左サイドヒールで流して、ここ、B ブラッシュもカット。さあ、ここも速い攻撃にはいけないか、右サイド。さあリフティングから一旦中央、そのまま左サイド降りてくる、そのまま後ろからフォローに入って押し上げてくる、オーバーラップ、さあそのままシュートはブロック、ナイディ、ここも堅い守り赤チーム、さあキーパーも押し上げてくる、中央ポストプレー狙ってる、ナイディ、そのままサイドライン赤ボール、さあ左サイド、いやー惜しいビーブラッシュボール、ビーブラッシュボールです、さあ右サイドからビブナシチーム左サイドに展開、まずは1点返したいところ、早いボールないボール、いやートラップコントロールできず赤ボール、さあ中央からは赤チーム左サイドに展開、2点リード、もう一度中央預けてドリブル持って上がってくる、さあここはポストプレー、サイドラインビブナシボール、さあビブナシチーム、ここも赤チーム戻りが早い、1枚ダイレクト落としてロングボールはゴールライン惜しい、さあ赤ボールから再開、右サイド2点リード、そのまま中央から左サイド、さあ戻りたいビブナシチーム、3対2ゴール前、さあチャンス、いやー危ない、ナイスキー、さあビブナシチームダイレクト落としてカウンターチャンス、縦に速いボール投げ、ごめんなさい赤チーム先にキーパー交代です、赤チームの方キーパー交代先にお願いします、あざす、さあビブナシチームから再開いきましょう、残り2分で2対0、3戦目、ビブナシチーム1人かわして左サイド、さあそのまま中央からミドルシュート、いやーナイス、これはナイスコース、キーパー動けず、さあこれで2対11点差いきましょうか、ビブラシム追いついていきましょう、残り1分半、さあ中央からドリブル、さあ右サイドスルーパス届かず、惜しいサイドラインビブラシボール、さあ左サイドから中央ビブラシチーム、さあ右サイド早上がり、これは届かずサイドライン赤ボール、さあ残り1分、残り時間あと1分、2対1、1点差、前からカットチャンス、いやー大チャンス惜しい、追いつけず、さあここは赤チーム、さあ切り替えたい、切り替えたいのはビブラシーム、そのまま3対3から3対2、さあ縦にうまい、ゴール前折り返し、ここで戻ってきてカウンターチャンス、右サイド左サイドフリー、トラップ流れて赤チームセーフティーにクリア、ナイス、さあ残りが30、残り30秒、中央赤チームはカット、さあ今度は右サイドがダイレクト、左サイドがワンツー、いいアネスカット、チャンス、さあ4対3、浮かせたボール、ヘディング折り返しは赤チーム、さあこれは危ない危ない危ない、さあビブナシボール右サイド、さあ時間がない、ビブナシチーム、そのまま中央また抜き通らず、さあ赤チームのカウンター2対1、右サイドから左サイドフリー、ナイスでいい、ナイスです、ここで1枚戻ってきて2対2から3対2、さあここはいやーナイスでいい、さあラストラストワンプレーいきましょう、さあラストワンプレーいきましょう、ビブラシム追いついて終わりましょう、ラストワンプレー右サイド、そのままかわせない、いやー追加点は赤チーム3連勝ナイスゴール、4対2ではラストマッチいきましょう、さあガチのラストマッチ、赤チーム対ビブナシチーム、ここ3連勝の赤チーム対ビブナシチーム、ラストは勝って帰りたい、さあ右サイドから中央、そのまま狭いところライン際、さあ本日の MVP 狙ってくるナイス、さあここも浮かせたボールダイレクト欲しい、
これは忘れきれず。さあラストマッチも赤チームが押し込んでくる左サイド。さあ最後は勝って帰りたいのはビブロシ、前からダブライ、いやナイスキー、こぼれ球ナイスキーナイスキー、危ない危ない。さあここも前からカット、赤チーム危ない。さあ集中していきたいビブロシ、右サイドフリー、ゴール前シュートまで、いやかわせない、ナイスキー、ナイスキーパー、コーナーキック。さあ中央前、いやそのまま早いリスタート、キーパー見てないところナイスガール。まずは先生、さあようやく先生、ビブなしチーム1対0。さあラストマッチ追いかける展開、赤チーム行きましょう。さあ中央から右サイド、カットします、いやー惜しい、ここはクリアが入って赤ボール、ビブなしボール。さあ立ち上がり、まずは1分、先生ビブなしチーム左サイド追加点行きたいところ、ファーサイドフリー、ナイボー、いやーダイレクト惜しい、合わせきれず、ボールの勢いに負けてゴールライン、ロングボール誰もいない、キーパーも見てないか、ゴール前、さあチャンス、シュートまでは打たないか、ここは戻って、さあ押し込まれるか、戻ってくるビブナシーム、そのまま前からカット、さあ狭いところ繋いでくる赤チーム、左手と中央折り返し、ゴール前危ない、こぼれてましょう、いやー本日の MVP やっぱり決めてくる、ナイスさあこれで同点、あっという間追いついてきたのは赤チーム。さあ行きましょう、ビブなしチーム、さあ突き放したい、ビブなしチーム中央ポストプレー、右サイドに展開、そのままプレッシャー、赤チームは前から来る、左に流れてスイッチ、息が悪い、ごめんなさい、先にキーパー交代、先にキーパー交代していきましょう、赤チームごめんなさい、先に赤チームキーパー交代していきましょう、赤チームサイドから、ありがとうございます。最初、さあ立ち上がりを追って1対1の同点、ラストマッチはそのまま流れて、さあ、さあチャンス、さあチャンスはビブなしチーム右サイド、さあここは赤チームもしっかりと4枚戻ってくる、行かせない、さあ見せるからファーサイドに1枚、ここは赤チームニアサイド固めてくる、さあそのまま後ろに預けて降りてくる左サイド、さあプレッシャー赤チーム取られると危ない、ナイディビブなしボール、さあ左サイドのプレスがかかる、赤チームが前からプレッシャー、中央、さあここもプレッシャー、狭いところ、ここでカット、そのままスルーパス、ゴール前折り返し、うまい、いやー惜しい。さあビブラシームカウンターチャンス、行かせないか、3枚早い戻り、赤チーム3対3、そのまま一旦後ろミドルまであるか、ナイス、いや惜しい、ある、さあ逆サイド通らない、こぼれ球はビブラシーム、さあ残り時間半分、ロングボール、そのままバーの上、惜しい。さあ残り時間半分、1対1の同点、ラストマッチ、キーパーからいきましょう、赤チーム、さあゆっくりと中央、前から狙いにかかる左サイド、右サイドフリー、さあここは戻りたいビブナシチーム、そのまま中央つないでワンタッチ、いやー惜しい、ここはパスを選択、さあビブナシボール右サイド、そのまま前からプレッシャー、ナイス、赤ボール、さあ見せろ、赤チームの攻撃、近くに預けるボール、そのままワンタッチ預けて中央ポストに1枚、さあもう一度最終ラインからビブラシーム寄せてくる、ナイスボール、また抜き、中央左サイド折り返し、危ない危ない、コーナーキック、赤ボール、さあ見せろ、赤チームの攻撃、1対1の同点、ラストマッチ、さあここは中央には誰もいない、そのままワンタッチで赤チームの方先にキーパー交代しよう、赤チームの方キーパー先に交代お願いします。さあビブラシーム、ビブなしボールから行きましょう、残り時間あと2分、終盤戦、ドリブル抜け出して折り返し、中央は敵、さあクリアボールまた抜き、中央キーパーまで流れて右サイド、そのままターンはできない、ハンド取りましょう、ビブなしボール、ビブなしボールです。さあ見せろか、ビブなしチーム行った中央、さあゆっくりとここはドリブル、さあ1点勝負になってきたか、ラストマッチ1分半、残りは、いやーごめん、いいお前、ナイスブラインドで見えなかった、ナイスガール、さあこれで追加点2対1、ビブナシチーム、さあラストマッチはビブナシチームリードのまま、残り時間あと1分ちょっと、さあ赤チーム追いついていけるか、中央カット行かせない、ないで、さあここもしっかりと戻ってくる赤チーム、中央プレッシャー、プレスがかかる、どうでしょう、どうでしょう、バレードだけビブナシボールで、ビブナシボールでしょう、怪我ないように、ありがとうございます。さあビルショーから世界、いきましょうか、中央から残り1分、2対11点リード、右サイド通らず、赤ボール、さあ左サイドから一旦後ろ、ワンタッチプレッシャー、ナイスかわして2枚目でカットほしい、赤ボール、
さあ時間がなくなってきた。2対1のままロングボールナイスクリア、ナイスクリア。さあ赤ボール早いリスタート、中央そのままドリブル、いやーうまい、ナイス。さあこれで2対2同点、いきましょう。さあ残り時間残り30、中央から中央からいきましょう、中央からいきましょう、あとす。さあいきましょう。さあ残り30で追いついてきたのは赤チーム、中央ポストプレー。さあ左に預けて縦に1枚、速いボール、さあのこぼれは、いやー惜しい、右サイドつながらず。さあ時間がない、2対2同点、ナイディ赤ボール。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあ赤ボールでラストワンプレー、中央左サイドオーバーラップ。さあ3対2カウンター狙いがビブラシブ、ラストワンプレー、中央ゴール前右サイドかな、ラスト。さあゴールで終われるか、中央うまい、いやーレスキー。さあラスト、ビブなしチームカウンター生かしてくれない、そのまま左サイドドリブル中央、いやーそのまま流れてサイドライン、ラストは2対2同点、お疲れ様です、ありがとうございました。あざす、本日もありがとうございます。フットサルパーク渋谷、雨の中皆さんお集まりいただきありがとうございます。エンジョイ勝ち、どちらともレベルの高い展開、本日の MVP イチベストマーガチの方からこう言って、めちゃくちゃうまかった、ゴールもどんだけ決めたの、ナイス、おめでとうございます。なでしこの方ですか、いや違います、何か言っときますか、ざます、ラストまであの調子でよろ